公式 YouTube チャンネル、アスカチャンネル、イエーイ、やりましたさあ、このチャンネルはですね、奈良県橿原市のサッカーチーム、ポルベニルアスカの、試合を振り返ったり、チームや選手を紹介したり、うん、ポルベニル橿原スポーツクラブの紹介などなど、うん、はい、盛りだくさんでお届けしたいと思っております。パフパフ。さあ、本日も楽しんでいきます。ラブクラフトボーカルカレンとラブクラフトボーカルミッシュと松井エリナです。イエーイ、そしてこの素敵な場所はですね、奈良県橿原市橿原神宮前駅すぐそばのホテルザ・橿原の8階白鳳にて撮影をさせていただいております。教室、陸上教室もあるのね。私バトンやってました。そうですよね、りなちゃん、さっきバトン教室、バトントワーリング部やったんで、だいぶ体力とか使いますね。筋力ありますよね。もう力ですね。パッ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 時にね、何かこういうコラボやってるのと違いますよね。すごい大事です。おお、確かに私もこれにやっとけばよかった、ダンスとかやったら今踊れてたのにって思いますね。エリナちゃんの噂によれば握るほど踊れない。ビビるほど踊れない。めっちゃ見ちゃうよね。もうこれは絶対見せられます。ほんまに？ほんまにあかん。ほんまにもう、もう気持ち悪いからやめてって言われて。やめて。ミッシュがこう踊ってんのとか、すごく、すごいと思う。めっちゃかっこいい。なんであんな動きできんなって思う。あの様になるからさ。そう。腹立つ。腹立つわ。ポテンシャル高すぎやね。どうも。ポテンシャル高みです。この顔で見つけんねん。ミッシュのその顔で、はい、まあ、足開いてこう座ってて、もう様になる。かっこいいね。私がこんなん、こんなんやったらもう。いや、いや、もう、ビランとこで A ライン作るのやめてください。わざとやってんだよな。分かってやってんな、みたいになるんですよ。腹立つ。腹立つわ。あら、辰巳です。辰巳はもう男や。辰巳はもう男やな。ごめんやけど。誰辰巳好きすぎでしょ。でもこういうちっちゃい時にこういうさ、メンバーがいたらさ、キッズダンスとかもきっと楽しいんだろうなって、いろんなね、層の子と仲良くなれるから、やっぱりこういうクラブ活動っていうのは大事よね。すごい楽しかったじゃないですか。で、あの一番思ったのが、うん、あのやっぱテンション上がる瞬間、試合の開始と終了のあのペイっていうホイッスル、あれが一番ちょっとなんかあれテンション上がりました。そのホイッスル、ホイッスル、今回私レコーディングで、はい、吹かせていただきました。ビューティフルデイズに、ね、入ってるんですよ、カレンの音源に。ピーがね、
そう、ハムバーってなったもん。そのホイッスルが、なんとワールドカップで使用された、フィファワールドカップ。その笛なんですよ。同じ方のね。そう。で、日本対ドイツ戦で日本が勝利した時にも使用された同じホイッスルなので、もう音色はすごいですよね。すごかったですよね。あれもう耳塞いでないと、やっぱり自分で吹いてても耳やられちゃうぐらいの。まあ、あんな広い会場で響くぐらいですからね。すごい音ですよね。もうそれなんか木箱に入ってたもんね。そう、すごいですよ、ね。すごかったですね。木箱に入って、またくるまれて、さらに袋に入って、ね、そのホイッスル、一番ね、ちょっとね、テンション結構上がった瞬間ですね。めっちゃ上がりましたね。それも楽曲に、はい、頭とお尻にありますので、ぜひ聴いてみてください。はい。本日も見ていただきありがとうございました。ラブクラフト、私たちはいつも毎週土曜日に生配信を行っています。ぜひ、ラブスター YouTube チャンネル登録してみてください。そして、エリナちゃんからは、はい、NHK 総合のうまいという番組と、BS テレ東七色日和という番組に出演させていただいております。ぜひ見てください。見ます!お願いします。インスタグラムもまたツイッターもやってますんで。フォローします!お願いします詳細は概要欄にすべて記載しておりますので、ぜひご覧くださーい。ということで、以上、ラブクラフトボーカルカレンと、ラブクラフトボーカルミッシュと、松井エリナでした。